はい、こんばんは。中学2年生英語ですね。はい、話題としてはここのところ Be Going To というのを使ったね、未来形っていうのをやってきてましたですね。はい、ということでもうちょっとここ今日はこれしか書いてないんですけれどもね。はい、例えば He plays tennis なんていうことで彼はテニスをします。はい、こんな文章を、はい、Be Going To を使ってね、未来形、何々するつもりです、する予定ですとしたときさあどうしたっけかなって言ったら、はい、主語を主語に対しては be 動詞、はい、is、 そして going to と続け、はい、動詞は原形、ね、三単元の s などついてるとき、原形 s を落としてね、原形にしてテニスと書いて、はい、he is going to play tennis と書いてあげれば、彼はテニスをするつもりです、する予定ですという風になってきたよっていうのは、うん、ここ何回かやってきたところですね。そして今日は新しくですね、もう一つの作り方、ね、未来形の作り方といったらいいかな、こういったものをね、紹介していこうかなというふうに思っているところでございますですね。じゃあどんな言葉を使って未来形作っていくのかというと、もう我々なんですがここに書いてあるんですね。はい、これ will と呼びます。はい、この will、品詞としてはですね、助動詞という品詞ですね。この will という言葉ね、はい、助動詞という品詞ですね。私たち今までに助動詞という品詞の言葉を使った文章を書いてきてるんですよ。はい、っていうのは何かっていうと、1年生の時で can、 することができるという意味の can がありましたよね。あれ助動詞でした。はい、この will 助動詞なんです。そうだからね、使い方がまあほぼ同じですね。はい、っていうのはどういうことかっていうことで見ていきましょうということですね。はい、ということで、じゃあまたまた同じでいいや。He plays tennis という文章で、彼はテニスをしますという文章を、じゃあ今度は will を使って未来形にしてみようっていうことだね。はい、will は助動詞でした。 can と一緒。 can 使った時ってどの位置に入れましたっけ。はい、動詞の直前に入れましたよね。はい、動詞の直前に入れて、例えば can の時さね、そして動詞は原形にしました。そうだからこれも一緒なんです。じゃあ He plays tennis を、じゃあ will を使った未来の形にしてみましょう言われたら、はい、 he ですね。で、動詞としては play だから、その前に、はい、今回は will と入れました。さあ、そしてその後動詞は原形ですから、まさにここと一緒だね。 I play tennis ね、なんていう風に書いてあげる。He will play tennis。 はい、これでもう未来形の文章出来上がりなんですね。だから、まあこう見比べてもらってね、 Be going to の部分がそっくり will と、まあ、置き換えることができそうだなっていうのが見えてくるわけですよね。ここがほら、なんかちょうど入れ替えられるそうだなっていうところですよね。動詞もどちらも原形にするっていうところでね、はい、 Be going to と will が、まあとりあえずはまず話として、まあ、イコールで書けるよというような、そんなお話なんですということでした。じゃあ否定文とか疑問文ってどうしたらいいかなっていうことですね。だから、まだ can の話の時に戻ると、can の文章ね、例えば I can play tennis ね、否定文にしましょう言われたら can not ってしたじゃないですか。そうだから will、 助動詞 will の後にやはり not を入れてあげればいいんです。はい、ですので I he will、 はい、そしてここに not と入れてあげた。はい、そして残りは一緒、 I play tennis というふうに書いてあげる。はい、こうすることで、はい、否定文ね、はい、否定文ができてきたわけですね。はい、それから疑問文はじゃあどうしようかっていうことになるわけだけれども、はい、疑問文は、can の時どうしましたっけ。例えば、you can play tennis ね、あなたはテニスをすることができる。疑問文にしてください。can you play tennis?can、 助動詞を主語の前に出してきましたよね。そうだから、これも助動詞 will を主語 he の前に持ってきてあげて、はい、 will he、 はい、そして play、tennis、 はい、そして最後にクエスチョンマークをつけて、はい、 will he play tennis、 これでいいんです、これでいいんです、これでいいんです。さあ、そして、聞かれました、やはり答えましょう。は
はい、また can でってね、聞いたとき、can you play tennis? 聞かれたとき、yes I can とか、no I can't っていう具合に、can を使って、答えましたよね。助動詞を使って答えたんです。助動詞で聞いたとき。だから助動詞 will で聞いたとき。はい、例えば、はい、yes, かんま。はい、これ he でいいね。はい、he。はい、そして助動詞 will で聞いてるから、はい、will で答えてあげればいい。no の場合も、はい、no。はい、he。はい、will で聞いてるから、はい、will。そして no だから、まあ、not をつけてあげてということで、he will not なんていうふうに答えてあげるということでやったわけなんですね。だから、まあ、will の文章はね、今日やった部分に関しましては、そんな難しい話じゃなかったね。だから、まあ、これわかんねえぞっていう人はなかなかね、少なかったかとは思いますけれども、まあ、なんとなくね、わかったかなで終われたかなということではございました。さあ、そしてね、もう一個はちょっと紹介しておくのは、will not ね、例えば can not にね、短縮形 can't っていうのがありましたよね。はい、それから、今回はなんか will が出てきたわけなんだけども、will not にもやっぱりね、短縮形があるんですわ。じゃあどんな形かなってね、例えば can not が can't になってる、ね、is not が isn't、 do not が don't、 ね、will not で didn't、 ね、あんな感じでね、 will not だから、まあなんとなく willn't ぐらいな感じかなと思ったら、ちょっと違うの、 will not。 はい、 will not の短縮形はね、 will not の短縮形ね、はい、 won't、 won'tWant ね、WON でアポストロフィー T、はい、Want なんていう形になるんだね。はい、だからちょっとイメージ違うよね。Can not の Can't とかとはちょっと違うので、結構、うん、あのテストとかでも聞かれてくることがあったりするこの Will not の短縮形 Want というもの、はい、これもね、同時に覚えておいてもらえればということでございました。はい、ということで本日は be going to じゃなく、will という助動詞を使った未来形の作り方、そして否定文疑問文の作り方、そんなものを紹介していきましたということでございました。動詞は原形にするっていうのは be going to と全く同じです、ね、それから否定文疑問文にするのは今まで can というのを、ね、使ったことがある同じ助動詞の、ね、仲間ですので、否定文のも、ね、疑問文も、その助動詞の後に not 入れればいいし、助動詞をマイナスに入れれば疑問文になるしということでございました。はい、ということで本日こんなところでございました。ではまた。